教皇文章、ヨハネ・パウロ2世は、ポーランド出身の第264代ローマ教皇。ヨハネス・パウルス2世、ヨアンネス・パウルス2世とも表記される。本名は、カロル・ユゼフ・ボイティは、ハドリアヌス6世、以来455年ぶりのヒータリア人教皇にして、史上初のポーランド人教皇である。同時に20世紀中、最年少で着座した教皇でもある。 カトリック教会の聖人で、教皇ヨハネ23世と共に劣勢された。神学と哲学の二つの博士号を持っていた。冷戦末期において、世界平和と戦争反対を呼びかけ、数々の平和行動を実践し、共産党一党独裁下にあった、母国ポーランドをはじめとする各国の民主化活動の精神的支柱としての役割を果たした。 世界129カ国を訪問し、空飛ぶ、星座と呼ばれた。また、生命倫理などの分野でのキリスト教的道徳観の最定時を行うとともに、エキュメニズムの精神から、キリスト教内の多宗派や多宗教、多文化観の対話を呼びかけたことは、宗教、宗派の枠を超えて、現代世界全体に大きな影響を与え、 没後も多くの信徒や宗教関係者から尊敬を集めている。司祭の時のカロル・ボイティワカロル・ボイティワは1920年、クラクフ近郊のバドビツェに、父カロル、母エミリアの間に次男として生まれた。父カロルは、ハプスブルク家の軍隊に仕えたこともある、退役軍人であった。ボイティワは若くして、家族の喪失を体験した。8歳で母を、 11歳で兄を、さらに20歳で父を失った。当時、ボイティワーは、戦前のクラクフのユダヤ人社会に親しんでいたが、そのことが後に教皇としての姿勢に影響を与えることになる。1939年、ボイティワーが19歳の時に、ナチスドイツのポーランド侵攻によって、 ポーランドが占領されたことで、ボイティワが学んでいた大学が閉鎖されたため、鉱山や工場で働きながら、勉学を続け、同時に、地下演劇の俳優、脚本家としても活動していた。ボイティワは、第二次世界大戦中の1943年に、聖職者として生きることを決意したが、共産主義政権下で、神学校の運営が禁止されていたため、 非合法の地下人学校に入り、1946年11月1日に、司祭に除外された。優秀だったボイティワは、司教の推薦で、ローマの教皇調律アンジェリク無神学大学に送られ、そこで学んだ。1948年には十字架の聖ヨハネの著作における、信仰概念についての研究で、神学博士号を取得している。また、 ボイティワはこの年にポーランドへ戻り、クラクフの教区司祭としての職務を果たした。1953年に、ボイティワは、カトリック倫理を、マックス・シェーラーの倫理体系によって基礎づけることの可能性についての評価と題する学位論文を、ルブリンカトリック大学に提出。その後も、クラクフのヤギエオ大学、ルブリン大学進学部で、倫理進学を教えた。 1958年7月4日、ボイティワは、ピウス12世によって、クラクフ教区の補佐司教に任じられ、9月28日に、除解した。時に38歳であった。1962年に開始された第二バチカン公会議には、 クラクフ司教及び神学者として参加し、特に重要な二つの公会議文書、信教の自由に関する宣言及び、現代世界憲章の成立に貢献した。1964年1月13日、ボイティワはパウロ6世によって、クラクフ教区の大司教に任命され、1967年7月26日には、同教校によって、数キ教に信任された。 ビル・クリントン・アメリカ合衆国大統領と一般参がにて1978年にパウロ6世の死去に伴って新教皇に選出されたのは当時65歳のアルビノル・チアーニであったこのコンクラーベに参加したボイティワはこれでもう次のコンクラーベに参加することはないだろうと思っていたところがヨハネ・パウロ1世が不可解な状況下で 在位わずか33日で死去したため、1978年10月に、再び、コンクラーベが行われることになった。コンクラーベでは、イタリア出身の数ー教の二人が激戦を繰り広げた、ため戦室が停滞。その中で、ドイツや南米出身の数ー教らが、ポーランド出身のボイティワを支持し始めると一気に、 形勢が逆転して、生涯二度目のコンクラーベに臨んだ58歳の、ボイティワが新教皇に選出された。ボイティワは、前教皇ヨハネ・パウロ一世の意志を継ぐ形で、ヨハネ・パウロ二世という複合名を名乗った。そして新教皇として、第二バチカン公会議の精神の実現を前教皇から引き継ぎ、現代社会に適合した形への天礼の刷新を、推進した。 ヨハネ・パウロ2世は、ポーランド人初のローマ教皇であり、社会主義国初の教皇の誕生でもあった。このことは、故郷ポーランドにおいて、ナショナリズムの功用と、社会主義国として、ソビエト連邦の衛星国であることへの抵抗心を一層大きくすることになった。このことは1980年の、独立自主管理労働組合、連帯による、 国内改革への要求へとつながり、ひいては1988年以降のポーランド、民主化運動へとつながっていくことになる。空飛ぶ教皇ヨハネ・パウロ2世は、旅する教皇と言われた、パウロ6世を遥かにしのぐスケールで、全世界を訪問し、空飛ぶ教皇と呼ばれるほどであった。最初の訪問国メキシコを皮切りに、 1981年2月23日から26日までの日本訪問を含め2003年9月に最後の公式訪問国となったスロバキアに至るまで実に世界100カ国以上を訪問している。勉強熱心で飛行機の中などでも学習し訪問先の言語で簡単な演説をすることで有名だった。ヨハネ・パウロ2世は 同年2月23日のローマ教皇として、初の来日時には、広島市と長崎市を訪れ、日本語で、戦争は、人間の仕業です。戦争は、死ですと演説し、核兵器の廃絶を訴えた。またヨハネ・パウロ2世は、キリスト教の平和と非暴力の協議と、第二次世界大戦中にドイツとソ連の侵攻により、古国ポーランドが焦土と化した、実体験から、 戦争に対しては一貫して反対の姿勢をとっていた。ポーランド人としてナチスと共産主義の脅威を体験しながら、カトリックの信仰を守り抜いたことが、強行就任後も反戦平和主義を貫く大きな動機となった。イラク戦争中に2003年、アメリカのジョージ・ w ブッシュ大統領が、神の加護を、神の祝福あれと、神を引用して、 戦争を正当化していたのに対し、ヨハネ・パウロ2世は、神の名を用いて殺すなと不快感を示し、イラクでのこの戦争に、正義はなく、罪であると批判していた。民主化運動への影響さらに1980年代後半以降の、東欧の民主化運動において、精神的支柱の役割を果たしたとも言われている。特に、冷戦下で、独裁政権下に置かれていた。 母国ポーランドの民主化運動には大きな影響を与えている。ポーランドは国民の98%がカトリック信者であり、教皇が着任8ヶ月後に初めての国国訪問をしたが熱狂的歓迎を持って迎えられた。ヨハネ・パウロ2世はワルシャワのユゼフ・ピウス付き元水広場に集まった人々に恐れるなと訴えた。 その4ヶ月後の独立自主管理労働組合、連帯が率いたストライキなどを経て政権は妥協路線を走り始め、1980年代後半の冷戦終結時には民意に押されて政権が民主路線へ転換している。なお、このような民主化運動への講演の姿勢がソ連をはじめとする東側諸国の政府に脅威を感じさせ、 後の暗殺未遂事件につながったという指摘があった。また、貧困問題、難民や移住者の問題などの社会問題にも真摯な取り組みを見せた。多宗教への姿勢ヨハネ・パウロ2世は、多宗教や多文化との交流にも非常に積極的で、プロテスタント諸派との会合や東方正教会や英国国教会との和解への努力を行い、エキュメニズムの推進に、 大きな成果を上げた。カトリックの教皇としては、初めてのモスク、シナゴーグ、ルーテル教会への訪問、東西教会の分裂以来のギリシャ訪問、イギリス訪問を成し遂げた。また、天台宗のダイヤジャリである、堺井也とも会見している。1980年5月21日、パウロ6世の意志を引き継ぎヨハネ・パウロ2世が、永久、 BC 級戦犯として処刑された人々へのミサをサンピエトロ大聖堂で取り行った。1618柱の遺廃が収められた50頭はヨハネ・パウロ2世に法廷された。1982年5月28日には歴代ローマ教皇史上初めてイギリスを訪問バッキンガム宮殿にエリザベス2世を訪ね、 1534年のイングランド国をヘンリー・パッセイの離婚問題以来448年に渡り断絶状態にあった英国国教会とローマカトリックの和解の挨拶をした。翌29日にはカンタベリー大聖堂にロバート・ランシー・カンタベリー大主教を訪問した。1986年には教皇として初めてローマのシナゴーグを訪れるなど、 ユダヤ人への親近感を示し続けたことなどでも知られる。キリスト教がなした過去の罪について歴史的謝罪を活発に行っており、キリスト教の歴史におけるユダヤ人への対応や十字軍の正教会やムスリムへの行為への反省と謝罪、異端として火破りにされたヤンフスやガリレオ・ガリレイの地動説裁判における名誉回復などを公式に発表している。 保守的姿勢社会問題や多宗教との対話に注力した一方で、従来同様にカトリック教会において女性の聖職者を認めないなど、教義的には伝統を逸脱せず保守的なことで知られる。1979年の最初の会直、レデンプトリスオミニスから2003年のエクレシアデエウカリスティアまで多くの会直や使徒的書簡を精力的に発表している。 特に議論を呼んだ1995年の会直、エヴァンジェリウムビテでは、プロライフの立場から、妊娠中絶や安楽死を、死の文化であると非難にし、命の文化の必要性を訴えた。ヨハネ・パウロ二世にとって、内部的には常に、カトリック教会において存在する、保守派と改革派の対立構造の間のバランスを、どのようにとっていくか、また対外的には、 複雑化する現代社会の諸問題の要請に、カトリック教会として、どう応えていくか、ということが常に課題であった。また、1980年代前半には、宗教事業協会の主力取引業であった、アンブロシアの銀行の破綻やロベルトカルビ、暗殺事件、極右秘密結社に、高位聖職者が関与したピーニ事件などの、 バチカンを揺るがすスキャンダルにも関わることを余儀なくされた。晩年の病気などにより、全教皇が進めようとした宗教事業協会を中心としたバチカンの構造改革については、積極的に関与せず、時代教皇への積み残し課題となった。1981年5月13日、ヨハネ・パウロ2世は、バチカンのサンピエトロ広場にて、 トルコ人マフィアのメフメトアリアジャから銃撃された。銃弾は2発命中し強行は重傷を負ったが、奇跡的に内臓の損傷を免れ一命を取り留めた。アジャは逮捕され、終身刑が宣告された。1983年のクリスマスの2日後、ヨハネ・パウロ2世は、狙撃犯人のアジャが収監されている、刑務所を訪れた。二人は面会し、 短時間の会話を行った。教皇は、私たちが話したものは、彼と私の間の秘密のままでなければならないでしょう。私は彼を許し、完全に信頼できる兄弟として話しましたと語った。2005年4月に、ヨハネ・パウロ2世の不法を聞いた、アジャは深い悲しみを覚え、もに服したことが、家族により伝えられている。2005年2月に、 ヨハネ・パウロ2世自身が著書で、犯行は共産主義者によるものと発表し、2005年3月には、前月に、証拠書類として、東ドイツで発見されていたとドイツ紙が報道した。それによると事件はソ連国家法案委員会が計画し、トドルジフコフ率いるブルガリア人民共和国、東ドイツなどが協力していたという。祖国ポーランドをはじめ当時の社会主義圏。 東側諸国における反体制運動の精神的支柱であるヨハネ・パウロ二世の絶大な影響力を抹殺することが目的であった。2010年1月18日、アジャがトルコの刑務所から釈放されたことを BBC ワールドニュースが伝えた。2014年12月27日、アジャは サンピエトロ大聖堂を訪問し、ヨハネ・パウロ2世の墓に喧嘩した。アジャは、フランシスコ教皇との面会も求めたが、バチカン側に拒否された。なお、事件当日の5月13日は、ファティマの聖母出現の記念日であったため、ヨハネ・パウロ2世は、聖母が玉を逸らしてくださいましたと語っていたという。 翌年の同じ日である1982年5月13日、ヨハネ・パウロ2世が最初の暗殺未遂からの聖母のご加護に感謝を捧げるため、ポルトガルのファティマを巡礼していた際、教皇が進める第2バチカン公会議に基づく改革やバチカンモスクワ協定に反対していた聖エピオ10世以のスペイン人に司祭で超保守派のフアン・マリア・フェルナンデス・イクロン神父に 銃剣で襲われ負傷した。クロン神父は群衆の中からキャソック姿で現れ、ヨハネ・パウロ2世の背後から近づくと、打倒教皇、打倒第二バチカン公会議と叫んでから、長さ40センチメートルのモーゼルライフルの銃剣で、教皇を刺した。ヨハネ・パウロ2世は負傷したもの,の生命に、別状はなく、教皇を暗殺しようとしたクロン神父を祝福し、巡礼旅行を続けた。 クロン神父は、犯行現場で、治安部隊に無抵抗で逮捕され、懲役6年の判決を受けて、リスボンの刑務所に3年服役した。この襲撃事件そのものは、当時マスメディアで報道されたため世界中に知られていたが、ヨハネ・パウロ2世が出血を伴う負傷をしていたことは、その後2008年10月15日になって、初めて公表された。 教皇の元側近で、クラクフ大司教であったスタニスラフ・ジビッシュ・スウキ教の回顧録をもとに制作されたドキュメンタリー映画、証言の中でナレーターを務めたジビッシュ・スウキ教自身が明らかにしたものである。伝説的な初代教皇ペトロを除けば、31年7ヶ月教皇位にあったピウス9世に次いで、 歴代2位の26年5ヶ月と2週間という長期間の在位であったが、晩年は暗殺未遂で受けた重症の後遺症やパーキンソン症候群など多くの肉体的な苦しみを受けた。2005年2月からインフルエンザと高頭炎による入退院を繰り返していたが、同年3月31日以降感染症によって容体悪化した。しかし教皇は入院を拒み、 住み慣れたバチカン宮殿の居室で療養することを選んだ。ヨハネ・パウロ2世の妖体悪化のニュースを聞いた、信徒たちがサンピエトロ広場に集まって祈りを捧げていると、そのことを聞いた教皇は、私はあなたたちと一緒にいる。ありがとうと語ったという。同年4月2日午後9時37分、ヨハネ・パウロ2世は、 排血性ショックにより84歳の生涯を閉じた。最後の言葉は、アーメンだったとされていたが、同年9月17日には、最後の言葉が、父なる神の家に行かせてほしいという、ポーランド語だったとも報道された。同年4月8日に行われたヨハネ・パウロ2世の葬儀は、参加人数において、史上最大規模のものとなった。 限界体制の中で、キリスト教国であるか否かを問わず世界の要人が多数参加し、弔問外交の場ともなった。長年対立関係にあった、アブドゥッラー2世ヨルダン国王と、カツァブイスラエル大統領が、葬儀の場で、軽い挨拶を交わす光景も見られた。また、中華民国の陳水編相当の弔問に対して、同国と対立関係にある。 中華人民共和国から抗議声明が出された。なお葬儀にあたり、イスラム諸国を含めほとんどの国からは、国王、王大使や大統領など国家元主級の人物が参列したにもかかわらず、日本からは元外務大臣である川口純子内閣総理大臣補佐官と外務省の副局長が出席したのみであった。 ヨハネ・パウロ2世の多宗教との対話推進の姿勢に敬意を表し、キリスト教の多教派や多宗教の聖職者も多数参列した。カンタベリー大主教ローワン・ウィリアムズも参列したが、これはヘンリー達成によるイングランド国教会創設以来初めてのことであった。一般信徒も世界各国から約30万人参列したほか サンピエトロ広場に入れなかった信徒や一般市民は約200万人にも及び、ローマ市当局は彼らのために大型のディスプレイを路上に設置して葬儀の様子を実況中継した。また参列者によって満室になる宿が続出し、ローマ市当局は野宿する参列者のために店トを無料で貸し出すなどの緊急措置を取った。ヨハネ・パウロ二世の死去を受けて、 世界各地からローマを訪れた信者の数は約500万人に上り、うち約200万人はヨハネ・パウロ2世の故郷であるポーランドからの訪問者であったという。葬儀後、ヨハネ・パウロ2世の遺体を収めた石棺はサンピエトロ大聖堂の地下墓地のヨハネ23世の石棺の下の土中に埋葬された。ただし2000年の烈腹の際に取り出され、 現在は大聖堂入り口を入り右側に埋葬されている。一部の報道によれば、ヨハネ・パウロ二世は、生前に書いた遺書で、故郷での葬儀と埋葬を希望していたとも言われており、バチカンに埋葬した、教皇庁の判断に異議を申し立てる声もあった。列服後のヨハネ・パウロ二世の墓の前で祈る人々。ヨハネ・パウロ二世の後継に就任した。 ベネディクト16世教皇は2005年5月13日にヨハネ・パウロ2世の劣腹調査の準備を始めたことを宣言した。以降教皇庁劣勢省内での審査の過程においてはヨハネ・パウロ2世は神の下辺の位にあった。同年6月28日には正式の調査が開始された。通常、劣腹調査は 死後5年を待たないと始めることができないが、ヨハネ・パウロ2世は、特例として、死後間もなくの調査開始となった。死後丸2年が経過した2007年4月2日には、クラクフでの調査が完了し、資料が、バチカンの劣勢省へ送付された。以降、同省内での審査の過程においては、ヨハネ・パウロ2世は、尊者の位にあった。 2011年1月14日、ベネティクト16世教皇は、ヨハネ・パウロ2世を、副社に認定し、同年5月1日に、列腹式を執り行うと発表し、予定通り同日に、列腹式が行われた。副社に認定される基準である、奇跡は、パーキンソン病患者であった、フランスの修道女が、ヨハネ・パウロ2世の死後に祈りを捧げると病気が、 解放に向かっていったという事例を挙げ、これを奇跡と認定した。列腹に先立つ2011年4月29日、ヨハネ・パウロ2世の棺は、墓から取り出されて、列腹式後に数形を受けた後、サンピエトロ大聖堂内のサンセバスティアーノ礼拝堂の祭壇に再埋葬された。ここには、インノケンティウス11世の遺体が安置されていたが、 4月8日に、聖堂内の別の場所へ移送されている。2013年7月2日、成人になる条件である2つ目の奇跡が認定され、3日後の7月5日には、フランシスコ教皇がこれを承認し、劣勢が確定された。9月30日には、同時に劣勢が決まった、ヨハネ23世と共に2014年4月27日に、 劣勢式を執り行うことが発表され、予定通り劣勢式が執り行われた。これにより、死後9年25日での劣勢となり、近年では最速の記録となった。劣勢式には、ベネディクト16世も共同指揮者として出席し、芸歴、名誉、劣勢対象者合わせて4人の教皇の揃い踏みとなった。ありがとうございます。